はい、皆さんこんにちは。今日はですね、なんとちょっと最初からちょっとハプニング発生で、スーパー銭湯ゆらら本日定休日でした。誠にすいません。でですね、ちょっと予定変更しまして、そうですね、とりあえず天満屋のハッピータウンに向かって行こうかと思います。この付近車上狙い多発エリアです。ちょっと音声がうるさいですね。そうですね、先ほどちょっとナビで温泉の方ちょっといろいろ検索してはいたんですけどね、まあちょっとスーパー健康ランドとか、まあコロナワールドとか、まあ検索してまず探していたんですけどね、あーっていう、ちょっと料金的なのかなっていう、まあ、ちょっとあんまりちょっとインターネットで調べてなかったんであれなんですけどね、まあちょっと今日予定変更ということで、天満屋のハッピータウンにドムドムバーガーがあるということで、とそちらちょっと探してみようかなと思ってるんですけどね。今回はバックビューに使用しているアクションカメラがちょっと途切れになって、ちょっとあんまり一部しか録画されてなかったんで、ちょっと何とも言えなかったんですけどね。多分設定の方がですね悪かったと思うんですよね。で再度ちょっと今日、まあ、設定し直して、この付近中近最終点エリアです、録画できるようにはしてますね。まあ、今ちょっと11時15分なんで、今日はちょっと温泉はちょっとなしで、まあ、他のところ行こうかなと思うんですけどね。でこの間まあ、晴れた日に、まあ、グリーンライン行ったんですけど、まあ、撮影して行ったんですけど、あとその分の動画はちょっと上げてなかったんで、まあ、撮り直しではないですが、今日はすごくいい天気なんで、
鞆の浦方面です。右折レーンがあります。まずいですねこれ。あ、ちょっと右に寄っとけばよかったんですが、まあ、ちょっと交通量が多いんでちょっとやばいですね。ということで、左方向レベル3交差点取締エリアです。どこ止めようかな。交差点取締エリアです。500m 先交番です。だいぶこの信号を左です。ちょっと出ちゃいましたね。ちょっと出ちゃいましたが、続いて福山新橋に進んで左方向です。この信号を左です。もう一回というか、you
印です。その先100メートルで目的地周辺です。この信号を左です。この付近中近終点エリアです。ハプニング映像にはなりましたが、ちょっとドムドムバーガーをちょっと探してきます。これもちょっと条件音を取ってきますが、ちょっと BGM が入ってましたらちょっとそこはカットしますんで、一旦失礼します。